今日は6月の16日ですね、16日ですね。このね、若干ボコボコにされたのを録画してないっていうの、これが終わった後から録画を始めるというね、これがあれですね、戦略ってやつですよ。まあ、今のところ2人なんですが、まあ、普通に対戦はずっと発生しているので、どんどんやっていきたいと思います。まあ、ぼちぼち人も増えてくるでしょう。じゃあ行きましょう。足が短い。最後まで届くんだ、やべえな。今日ほんと踏み込みのね、ほんとに、ま、技の戻りに全部踏み込まれるのやばい。負けんの若干2発やもん。やばいっすねこれは。今日は噛み合いまくってる。ちなみにワンピー側は、黄緑さんですね。まずいですよこれは。グレートですよこれは。まあね、しばらくやれなかった人はなぜか強くなって帰ってくるっていうサイヤ人みたいな属性してますからねこのゲーム。どうしようかな。俺今気づいたんですけど、俺あの選択画面の右側のキャラしかあんま使ってないですね。あんまり左側のキャラは使ってない気がする。いつも何かあるんでしょう。いやダメ元で入れ込んでみるもんですね。空振りキャンセルで 3D が熱血コンボで出てくれたのかな。
強パン当ててんのに。よし、これで動画的には一勝一敗だな。よし、一勝一敗ですね今。いやー、しかしさっきのラウンドも雑な小足を飛ばれたりしたからな。もうちょっと本当に相手の動きを見ていかないと。第一戦始め。これがここがシンドルさんとの違いなんだよ。あの距離見極めらんねえ。いいパンチだ。最終戦始め。危ねえ、ゲージ溜まってた、見んの忘れてた。あー怖い怖い。今のラウンドとかね、本当にあの萌えジャスが陣取り合戦の要素がなかなか高いんじゃないかっていうところをお見せできたんじゃないと思いますかと思いますね。あの当たる当たらないのね、ギリギリの間合い取りですよ。第一戦始め。
ピンチを救えるか。気合いが足りねえ。どうですか。意外とやるね。あっぶんな。いやー、賭けでしたね、今の若干は。第2戦始め。以上くらい。これマジ何回やられてんだよ。そう、まあ 5ゲージよね。ゲージ状況見たら5対0ですよ。5-0ですよ。ある意味33対0と言っていい。この前のでゲージを使えてれば倒せたんですけど、真空波動に自信がなかったんですね。ナイフ弱ナイフでもギリいけてくれるかなと思ったらいけてくれなかった。そういやでも結構こっちもね神経すり減らしてますよ。ティファニーはね、多分保守的にはね結構負けてるのに、相手に苦手だけ苦手意識だけ植え付けるっていうそういうムーブですからね。おっ、ここで西国立のブラックセイント伊坂さんがここで登場。誰だっけ、あれ2番、3番がエッチだったよね。あれいいんだよね。第一戦始め。Oh, sorry.
い受け身取ってくれたの、なんで追撃しないの。もう第2戦始め。はっあぶない。5ゲージ溜まってる時はね、油断しちゃいけないじゃん。怪我する前に勝つ。最終戦始め。やだこれ。後ろ強が出てしまった。惜しい惜しい。危な。マジ死を覚悟しました。危な。3回は許されない。あぶなー。ギリ死ぬかと思ってケチったらこのありさまだよ。してくださいよ、ザクさん。うわー、ぼったってしまった。
あそこででもね、勇気の弱冠出せるのすごいんですよね。こうなったらダメですね、もうくそー、うまく持ってかれた。くそー、勝利、いいパンチだったぜ。というわけで、しみどりさんと伊坂さんの因縁があるのかないのかあれで分かりませんが、因縁の対決ということで、まあもうね、こんだけやってるやね、因縁がない人いないんですよ、基本的には。私があなたを殺したい、あなたが私を殺したい、みんながみんなを殺したい、みんながみんなが心を痛めてる。はいですね、こんな物騒なことを言ってるとね、運営様に何か言われてしまうんですよ。うまい、ここをゲンブレッ空振るの、今の空振りはあれですね、かわいそう。バツしゃがむと空振るときあるんですね。おー、うまい、大きいがうまい。立ち回り能力は本当にどんどん進歩してる、やばいっすね。スープラも、ローリングでかわして、あー危ないよー、なんでこの判断。さあ5ゲージ使わしたパッチはどう動いていくか。とは言ってもこれでもうね、実質1本回復しちゃうみたいなもんなんですよね。あー危ない、あーガード引っかかってしまった。あの位置でも引っかかるんですね。流星キックの判定の大きさが裏面出た。うまい、拾って、あのジャンプ B おかしいだろ。うまい、この踏み込み、先ほどから鋭い切れ味を見せている。地上組み取って、お互いジャクジャクを振っていくが、強パンチの空振りにしっかり踏み込んできますね。あ、ここで5ゲージを貯めて、あ、準備 OK、 全員 OK。 あーっと危ない、おお、これ総裁になるんだ。若干ガツ側の弱冠の重ねが、ゆっくりというか一瞬待ったのかな。あ、これで取り返して11、どう出る、どう出る、キャラは変えない、2人とも変えない。バツ対京介、宿命の戦いなのか。うまい、おー、これで危ない、
一瞬ガードを解いてしまったか。途中のが当たったけど、さすがに追撃に行くまでの、伊坂さんも意表を突かれた形ですかね。あー地上くらい、このね小足置きが冴え渡る。バックスレーかわしてお互い距離を取る。どっちも球が強い方ですからね。うまい、うん、まっ、バックステでギリギリかわして小パン。あれタッチパンだったら使ってた可能性ありますからね。これだよこれだよ、残ります全然これは残る。さあここからゲージを回収していく。もう1本溜まった。うわー当たった、当たる、素晴らしい。今の技のね置くポイントをどんどんね研ぎ澄まされていってますね。これも第一戦始め。回り込み2連発とか韓国勢の方みたいな動きをされていますね。このゲーム地上に降りられないんですけど、誰だあんな連携を開発したやつは。最終戦始め。クロスカッター。クロスカッター。マジで。このメンツで罰に立ち向かう。立ち向かえるのか。立ち向かおう。これ第一戦始め。
あの 2D の長さの差ね。勝利者誰、最終戦始め。で今のいやさすがにガードス、そう青ナス見てになってきた。やめろやめとこ、そう勝利、いいパンチだったぜ。そう最初の飛びん時のしゃがみかわしがマジうまい。あれやばいでしょ、あれやばいでしょ。そうあれもおらんのか、おらんのか、やっちまえぞ。やりますかね。ここで、4人目の投手ファイターがミッドさんが現れました。まあねボーマ力が違いますよ。ハイパーボーマ切りでなんとかしてくれるはず。これも第一戦始め。まあなんかボーマショットですね。危ない、ショートアッパーの隙はあんまり大きくないぞ。ボーマンストレート。ボーマーアッパー総裁、壊しと総裁。多分今のはでもボーマンの姿勢の低さを評価するべきでしょうね。アッパーは本当に姿勢を低くしてそこから突き上げるように打つのが極意ですからね。こうやってチクチクやられるとボーマンはかなり、はい、これは飛んで大足まで出してしまった。バケツだったらねワンチャン枯れてましたよね。そういう読みだったのが外された形。危ない、こう足が刺さる。ボーマンもでも若干持ちたるもののはずなので小足をうまくいなすことができればあとはボーマンアッパーの餌食、ならない、長い前回気合いだ。まあでもねまだまだボーマンは硬いからって言おうとしたらすでに半分減らされた。6割を減らされたといったところか。まあ小足の戻りにうまく引っ込んでた。あれができると強い。ラッシュをかける性能にはボーマンはなく1回1回仕切り直しになるのが本当にきついですね。
その代わりああやって相手の隙を生かせばいいんですが、いかんせん隙を出してくれない。おー超人十字架落とし、うまい。あーショートアッパー、意外とあれ横には短いんですよね。おーっとディフェンスでかわしたけど、いいけどかわしたのはいいけど、反撃しようとしたところに強パンが刺さってましたね。勝利、いいパンチだったぜ。本当に、ここまでで、でも暫定伊坂さんは、キンドリさんに勝ち越しているまである。第一戦始め。あ、次も見せてくれるのか。本当に結構噛み合ってるんですよね、バクステのタイミングとかね、あの技の置き方のタイミングとかは、キンドリさんが踏み込みたそうな時にちょうど置いてある。これは人対策なのか、果たして。僕に第一戦始め。そしてもうお互いバクステで勝利を取って、今のは強パンまで出してしまったか。あーうまい、このねタチパンタチローのを軸に組み立てられると罰は非常に強い。はい、もう置いてあるよ。これですね、あのローキックが本当にクセモノなんですよ。他のキャラより隙が少なくて動き出しも早いんですね。なのでローキックが来てダッシュをしてるから、なんとか割り込めんじゃないかと思って手を出してしまうと、あのラッシュ渦に飲み込まれてしまうと。もう一つの逆回転の渦であれですね、左腕がねじ切られてメドロワを食らうという、そういう方程式ですね。うまい、バクステから京介のローキックだって負けちゃいねえんだよと。京介のローキックはバツほど隙が少ないわけではありませんが、とにかく長い。なので、まあ、ここまでは組み込んでも大丈夫だろうと思ったところに、あのですね、黒いスニーカーが刺さってるわけですね。うまい、よくガードしたな今の。完全に組み込んだところに刺さったと思ったんですけどね、誰か中にいればよかったんですけどね。あーこれは無念、クー投げは抜ける。もうよ、今の八冠を一発にしてるあたり精が細かいですね。あー空振りに当てようとしたが、これはさすがに無理か。やりますね、やりますね。ネタ感ももう忘れました。Woo!
始め。最初のこのラウンドの最初の小足の戻りに踏み込んでくるの尋常じゃないですよ。大足ならわかるけど、いやー本当油断できない。
一戦始め。抜けたと思いたかった。抜けてねえぞ。最終戦始め。パン振っといて引っ掛けできないまずいですよ。いや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 、危ねー。良いわ。第一戦始め。よいしょ。
守れやしないぜ。最終戦始め。今の地上くらいにできるのはやばいでしょう。遅かったのかな。え、かかんじゃないの今の。すっげえ優越感からの絶望。マジか、一瞬遅かったんすかね。結構な先端でちょっと遅れちゃったのもあったから、やっぱ仕込んどくもんすね、なんかしら役に立つ。そう、今のは悔しいな。まあでも、そうですね、そろそろあれですね、2台動きそうな塩梅になってきたし、枚数を置く時間帯も増えてくると思いますが、ここまで見ていただいたあなたに特別なお得情報を教えよう。来週のですね、6月23日は、いつもの対戦会より1時間ほど、早くシンドロさんと、ね、白松さんが集まって10作をやるというイベントを企画しておりますので、配信ではなくて、まあ、録画になって、まあ、後日アップという形はいつもと変わりませんけれども、もし、これを機会に現地で観戦したいという方がいらしたら、7時ぐらいに来ると何かいいことが起こるかもです。その後もね、普通にいつも通りの対戦会が始まると思うんで、楽しんでいただきつつというか、ね、ことですね。そんなわけなので、まあ、対戦台を埋めていきますか。しばらく誰か来るまで、マイクをちょっと置かせていただきます。第一戦始め。
僕には第一戦始め。Ah!
これも試練第一戦始め最終戦始め
ください。懐かしい方が参戦していただきましたね。こちらでのあれは、川口浩三でしたっけ。川島愛かこと、お、ドラマのコードが決まって、ちょっとね、最初のコードが微妙なラインだったんで、きっちり省略してきましたね。こぼすよりはよっぽどいいというか、あれがベストの選択。左足にエッチのツープラトンを合わせてきた。それだけはプッシュ。あー危ない。対空ジャパンよりもバツの何かしらの攻撃が先にいった。あー持ち去るもの。これができるとやばいですよ。戦術を見直さざるを得なくなってくる。これをさせないために小足からローキックで隙を軽減したいところなんですけど、もし小足がヒットしていたらだいぶ、メリットを削ぎ落とすことになりますからね。その辺が悩みどころ。うまい。なんかスライドしたように見えましたが、若干の前進と 3A のちょっとした前進だったんでしょうか。スライドボーマンしたように見えましたが、スライドボーマン、スライデッドボーマン、ボーマンスライド、ボーマンスライド、なんか技にありそうですね。バータスライド。いやー減るな。今のはワンチャン残るかと思ったら全然残んなかったっすね。いかに硬いボーマンとはいえ。そうなんですよね。こうなるとなかなか小足が振りづらくって言おうとしたところに小足を振ってきた。いつもこの調子だ。まあでもそうやってね、やりづらいだろうっていうことをや無理にやっていくとかえって裏が取れるっていう、まあ、格ゲーあるあるでもありますからね。ゴロゴロゴロリンして起き上がりに変化をつけてきた。何かおっしゃってましたね。バスステまでは裏をかいたもののダブルライジングトルネードが、ボーマンの身を焦がす。このジャンビーですよ。あいいパンチだったぜ。調子いいですね。これも第一戦始め。うわー、ボディーブローが当たらない。ボディーブロー系の必殺パンチって実はハウリングインフェルノぐらいしかないんですよね。
うまい、壊しで止めた。ウォーマンの壊しはあんまり見かけないんですけどね。こっちの壊しからゴッドラッシュはかなり有用。やっぱりね、壊しが自由に触れないと罰側はかなりやりにくくなってくるはずなんで、それでもじわじわと体力が引き離されていきますが、ウキウキ必殺の 3C がありますからね。うまい、ジャークパンの戻りに合わせた。素晴らしい踏み込み、踏み込みが足りてますね。これにはエリート兵も切り払いはできない。ここはきっちりゲージ使ってきて、減らせる分減らしていこうという。フォーマンアッパー空振り、長い長い。そんな感じ、まあ、全身を使ってね、柔らかい膝関節を持って小足を叩き込んでますからね。さすが忍びの末裔というところで、危ない。根性カウンター潰しにはならなかったものの、おーっと、モズだった。今ボーマンが投げ返したようにも見えましたが、しっかりモズでしたね。このタッチパン、タッチロー、タッチパン、タッチロー、タッチパンスシロー、あーらー、これはよくあるやつ。ガードから 3C にしようとすると236が入ってしまうんですね。まあ、根性カウンターの難易度調整としても機能しているという。これはさすがに優勝。Yeah!
にならない。今までに60回ぐらい食らってなければ読めなかった。自分に恥じるところはないか。第2戦始め。死にならないな。無双聖剣好き、このタイミング。
速感第2戦始め。最後のクーンでしたね。多分クー投げ仕込みの投げ連打をしてたんだと思うんですが、受け身の方向のあれのおかげで思ったより早く地上に立っちゃったんですね。あっちに許可を取ってこっちに入ってきたの？どういうこと？これはあれですね、サイキックフォース2022が開幕する可能性が。狙いは同じだったと思うんですが、わあ、絶対に今日の方がパンチが出ちゃってましたね。遅れるなよ。
またやりよったなしっかりあのゲージない時の浮いた瞬間の投げをまだ覚えてるのが面白かったいやよしガンガン行こうぜガンガン行こうぜミッドさんこそミッドオールがかな拳第一戦始め死にならない。くそ、パシフィックのやつら一体どういうつもりだ。とにかくボーマーのところへ行ってみよう。何かわかるかもしれない。とにかくボーマーのところに行ってみた結果ですね。
勝利。第2戦始め。で地上で受けとしてんだこの子は。消えてなかった弾が。うわぁ、なんだ勝利ってやつだな。最終戦始め。すいません、はい、一般の人さん
申し訳ない。最後のやつみたいなあれですね、やっぱ自分の位置が下になるなるなーっていう時に相手がちょっと浮くような技をですねガードさせておくと裏に回りやすくなるという、割と応用効くキャラ多いですね。できなかった。バツ大吾はこれがあるからな。勝利。いいパンチだ。第二戦始め。Hit!
いな、今の徹底されると何もできんぞ。いやーこれは勝利、いいパンチだったぜ。まずいですね。今の徹底されると本当何もできないですよね。あれをどこまできっちりやれるかがバスの根底なんですけど、本当にきっちりやってきた。素晴らしい。いやいやいや、それをねきちっとやれるかどうかなんですよね。本当にああなってしまう。挑みかかる黒木京介。赤カブトが古文倒して 3回ぐらい倒さなきゃいけないぐらい。正確に言うとファミコンジャンプの話。玉が玉をかいくぐってくる。これは打ちづらいぞ。ナイスナイスモズ。軸がズレが戻ったか。クロスカッターになってしまったか。危ないよこれは。あ、まださすがに死にはしない。ここから、あ、このジャンビー、ジャンビーの判定がかなり強い。とても強 い, い, い第2戦始め。お互いキャラを変えずに、おうまい。最初に開幕の踏み込みを読んでローキックを置いといた。気合弾、あー気合弾当てた後若干有利か。ゴムぐらいなのか。とにかくバスの拳が先にヒットした。うまい、うまい、しっかりコンボにつながって手編んで、あー光った。オキテオブリのスリプロ返し、これでもまだまあ生きているので。あーなんで今のはなぜだ。謎のガーフ、多分逆ガード現象が起こってしまったものと思われますが、お、来たか、なんか来ましたね。なんかいきなり来るな来るなり腹が減ったっていう妖怪腐れゲドみたいなことを言ってるやつが来ました。全てをぶつけてやるぜ。いただきます。やってくれるんでしょうか。まあ、今多分両替をしてるところなのでちょっと待ってみましょう。まあね、タチパンタチローにつながる、タチパンタチローから熱血コンボつながるの結構こうなるとね結構いいですよね。そんなこれじゃ第2戦始め。ちょっと待った。危うく闇に飲み込まれるところだった。そして京介。今日はマスオさんみたいな声になってしまいましたが、いつでもおいで。でもね結構ね、結構これ声張らないとね BGM に飲み込まれちゃうんだよね。なかなか喉に負担はかかっておりますが、たまにああいう声が漏れてしまうのもご愛嬌ということで。来たばっかりで完封されちゃうのかい。一応減らしてはいるというアピールが。勝利、いいパンチだったぜ。上を入れなかったからじゃないかな。始め。ああ、うわー危ない。おっと、ああ出た、このクソめくり。
の坊主。あーマジだ。あー根性カウンターつるしが生きていた。あぶねえ。エッチのツープラが絡めて、おっとこれはだって反撃、反撃ののろしになるのか。あーうまい。技を振っているところを見越してのエッチのトゥープラトーン、トゥープラトーン。バグ着地を見据えた幻影キック。違うのあれだよね、幻影ウェーブ入れない方が先に着地できるんだよね。知ってる知ってる、大丈夫大丈夫、分かってる分かってる。最終戦攻撃を食らう余地がないから、バグも何もあったもんではない。危ねえ、今さりげなく、さりげなく相打ちからの追加を、追撃を狙ってましたね。こういう差し込みのうまそう。登り体育、まだまだ残る、まだ残るよ。ここで、あー浮かせられなかった。え違った？ 3C じゃないの今。勝利者、はあはあ、立ち教官だったってこと？振ったの。あーなるほどね。いいか、真剣第一戦始め。悲しみの 3C スカリミスを見せたところで、当てる順番が、振りかぶった下の 3C の下のところで当てちゃうと攪拌なんですね。上の方まで見えてないとユリカの、スリプラスカシスリプラが狙えません。持続の前半で当たっちゃうとダメなんですね。悲しい。おっと、硬直を見てからの、おできてる珍しい。あでもこれはできてる。あれ強化出てからバツと一緒、バツの前回気合弾と一緒で当てて本当に一瞬隙間開けるだけ。コパン一発分ぐらい。強化押してからぐるぐるポンぐらい。ヒット直後で 2,3 フレ以内で出るともう2発しか当たんないから、2発か一発。あの3発がないとマジでダメージの意味がないから、それだったら前6 J6C の方が高いから攻撃力、ゲージももったいない。しかも相手に上げるゲージも高いんだよ、必殺技の方が。こっちのパンチ、パンチザ・ボーマン一回見てみたいですね。パンチザ・ボーマンね。さあ、オープナー、ああ当たってるやん。さあ確認ができずの、シー・アルナミ。おお、なんで当たんなかったの今。ショーマ、いやマジショーマの判定やっぱおかしいって。愛されボディなのほんとやばい。愛されボイスは嘘ですね。上田裕二先生は愛されボイスではない。あー見てたこの男、これは決まってしまいましたね。うわーぶち殺す。大量点だぜ。うめえ、もう退場はしねえぜ。
こいつを目に焼き付けろ。計算通り。目を覚ませ。計算通り。自分に恥じるところはないか。よく考え。第二戦始め。クロス。拳で語って第一戦始め。Hey!
バカじゃ一つ覚えってやつだな。ちょっと待った、僕に第一戦始め。対青夏成績がいい伊坂さんに全てをかけて、あー置いてある、危ない、今手を出してたら対空弱感です。その辺はもうすっかり心得た感がありますが、ゴッドディフェンスの足元にクロスカッターが当たった、うまい、壊し空振りで出し切り、これがうまい、ダーヤしてぼかして浮かして、あーここはしっかり空振りしない、あっ危ない、ガード間に合った、あーダッシュ、マエステスリップラ、いやらしさ全開ですね。さあ食い改めるのです。そうね、このボーマンの黒光りしてるツヤがもういやらしいですよね。どう浮かした、え着地に刺さった、すげえな、あー危ないよ、刺さった、うまい、ここはさすがに若干同士の発言が強すから上、おゲージを使ってって、とりあえず減らしておこうという魂胆か、また浮かして今度はゲージを使わない、受け身狩り、ガード間に合って、ここでゲージを使っていく、あー危ない、立ち投げ、スリプラ読みの立ち投げをさらに読んだ、危ない、ブンブン、おいおい、これが本家本元よ、マミスリープラトンですね。勝利、話にならないな、最終戦始め、あ今のはバッチリと決まって、そしてじわじわとクロスカッターで回復していく、もう一つ下がった、はい、ゴッドラッシュを空振ってからのスリープラトン、これは気をつけなければいけませんが、あーガード間に合った、クロスカッターでじわじわ、あーゴッドラッシュでゴッドディフェンスだ、ゴッドディフェンスで今日の京介の股の間をかいくぐってきた、いやらしいですねこのオーマイン、いやらしさしかない。勝利です。拳
拳で語ってみろ。ちょっと待った！死に急ぐか。これも試練なのか。第一戦始め。あ、これだ。何よ。川島選手の今日がフォーマンに。ああ、なんてこと。弓だか網だか分かりませんが、ゴッドラリアーズきっちり決めてきますね。飛んで跳ねて滑って転んで大乱闘。久しぶりの空中浮遊にどう対応していくのか。叩き落とす。浮かせないよと言わんばかりのぴょんぴょん。バッタに、バッタは叩き落としゃいいんだよと空投げて、アップタイプ入って押さわり押さわり。あれ一回2000円ぐらいかかってますからね。あっくまー、ジャンプキックだ。微妙なタイミングで使ってしまいましたね。あー残念。ゴッドラッシュ重ねか。裏かかれましたね。勝利お許しください。第2戦始め。ハッ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 ハ
死にならないな。死に急ぐか。これも試練なのか。痛い足、ジャンプダイキックが入って、あれの硬直は、硬直っていうかよろめきは異常に長いですからね。よろめいている間にコーヒー一杯飲めると言われてますからね。あれはやばい、危ない危ない。あー、うまい、うまいよ。しっかりコパンから立ちローにつないでいる。うまい。ここで食う投げは繋がってない。ああなるほどね、空振らせたつもりが当たってたっていう。はいはいはい。ボーマンの足が思ったよりでかかった。計算通り。うわ、技を食らない。食ってたらまたジャックパン耐久の意識。あ、ちょっとディレイかければ多分拾えたんでしょうが、 3A は本当に横に狭いですからね。うまい、ナイスタイク、いいタイク。ここで光る、風光る。今の判断は素晴らしいですよ。これはこのまま押し切っちゃうではないのかな。シャガン投げ、シャガン投げと、あー誘った。今のは見てましたね。これは減りきる可能性がある。ギリギリゼロトット残した。今日の棒を大量産で追っかけたけど一瞬届かなかった。勝利です。最終戦始め。地上の行動が見えないっていうね、よくわからない行動、あの光景が陥ってますね。光景に危ない。危ないですね。バレーが出てたから良かったようなものの。あ、これでただしクロスカッターは地上で出る。どうにも近寄りきれないか。
今の最後ね、最後再つなげだったんですけどね、中断が先に刺さっちゃった。勝ってくれないぞ勝ってくれないぞ。いやいやいや、その前に乱入してきてくださいよタイミングあったでしょ、タイミングありましたよ。ボーマンのあの最大八王手玉いきますよあれやばい、あの背中当ての、あの最低空がロイと同じ高さになって第1戦
始め。ロイも最高で4回出たからね。かなり4回出た。あれができるのってのも確かビデオ先生ぐらいなんだよね。狙えるのまともな状況としては行くぞ。そうなんだよな。なるかさん待って、さっき俺もそのボーマンっていうね、わからん殺しを使ってるからあれでしたけど、普通になるかさん上手いんだよな。危ねえ。ちょっと申し訳なかったら怖いな。これは連携ですね。まずい。ここまで持ってくるんだ。18も入るんだな。あと今日も大きいからね。あ、これは見られてます。まずい。おお、拾えた。さあちゃんと出せる。早いよ早い。今めちゃめちゃ早かったコマンド。危ねえ。今あれだったら死んでたやんけ。いや早かったよだいぶ。超早いかも。いい格好だぜ。今最後のあのぐるぐるもまだ2回バッチ出てる。いや今のは間違ってないですよ。クロスクロス。ああいう時はあのベースの出したからです。そうすると地上に帰ってきてもう一回地上。地上あたり地上コンボできる。変じゃないよ。今だ。変じゃないよ。そうなんだよね。ザッキーの立ち投げって空中拾い。そんなことある。しかも負けたやんけ。熱いですね。そう、あのザッキーの立ち投げってね、空中受け身取れちゃうんで、対京介戦だとまずいんですよ。あの何がまずいかちょっとわかんないんですけども。ただ基本的にねマイナスなんですよ。あのさっきの立ち投げって。でもちょっと遅いですね。あとあのヒットが。このゲーム投げのフレームとか自体は全部基本同じなんですけど。おお、うまい。今ちょっとずれた。ちょっとだけ早かった。遅い。そのことにねちょっと なんか吸い込まれるまでの長さが全然違うんですよね。未だにその辺の設定がよくわかんない。そう。ナチとかはめちゃめちゃ強い。あ、お疲れ様ですね。逃げんなよ。第一戦、始め。逃げんなよ。第一戦、始め。最終戦始め。
第一戦始め。行くぞ。計算通り。トラユ。トラユ。避けてみな。計算通りだ。トラユ。行くぞ。
Mm-hmm.
ろいろあった。いろいろあった。勝機は失せ。今その前にあの最初の拾った時に。見るべきところもない。そうですね。時間の無駄だ。直徳、直徳さんがめちゃめちゃ有効に使ってるあの技を。出た。空中立ち投げ。空中地上立ち投げ。出ましたね。久しぶりに見ました。あ、これ受け身取って、お、受け身取らない。あ、裏取られるのはちょっと懸念しました、ね。まあ、ブレーキかけたから、ね。ああ、これは出た。おいしい。そうなんですよ。空中からね、行ける。空中からだからそのまま立つの熱いわ、ちょっと。それ知らないわ。待てよ。それハイ、あの、ハイジャンプして必要なかったわ。これぐらいの高さの時はあのハイジャンプして前に落ちに行って強制地面着地させる。始め。ヒットさせるともう一回動けるから。遅れるなよ。おお、やりますね。やります。これは森山智之進。金取りのね。あのロバート秋山がやったらしたのおじいさんの真似をする場合をする人。搭載取ってったの熱いですね。あの位置からのローキックは分からせていく。あのマジ京介のローキックインチキだからね。マジバカ一つ覚えってやつだな。逃げんなよ。ちょっと待った。
始め。止めるのです。いやー、ツアー最後の方はちょっと下り気味ではありましたけど、まあだいぶ下り気味ではありましたけど、まあまあこんなもんかなと、じゃあ来週は、1時間早くから白松シンドロームの、実績も、一応19時スタートの予定でやっております。それもお楽しみに、見てね。2人ともぶっつけ本番になる予定ですが、まあいいでしょう、それもまたよし。まあ最初にねリハーサルというかスパーリングで何試合かやってもらってもいいですしね、その辺は流れ次第でいきましょう。じゃあ本日も、ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。わしの相手が務まるかの。いつでもおいで。第一戦始め。